は吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名、ありがとうございます。さあ今日はですね、松浦真也君がまさかの初めてのゼロいいなを出しまして、ゼロの流れでゼロいいなを出されましてですね、今日は罰ゲームを受けたいと思います。では辻村君、罰ゲームの方、今回は何なんでしょうか？はい、今回新名さんには、はい、オタクになってもらいたい。オタク、はい、でもオタクも前の女装と同様にこれ新喜劇で結構使われそうなキャラですよね、はい、しかも僕はいっぺんやったことあるんですよ。あ、そうなんですね。祇園花月で、はい、1週間やったことあるんで、オタクの役。じゃあもう慣れたもんですね。いや全然慣れないです、慣れないです。それはもうちゃんとね、信濃武雄リーダーの台本がありましたから、そういうことでしっかりやりましたけどね。で、オタクになってもう今日ははい、終わりですか？いや、ちょっと、やっていただきたいことがあるので、早速着替えてもらいたいと思います。あ、じゃあ先に着替えますか？はい、わかりました。じゃあベルトすぐ取ってください。ベルトすぐ取ってください、言い方やめますか？じゃあ、いきます。逆変身とそんなんある？はい、それでは着替えができたので、新名さんお願いします。はい、着替えてきました。どうも、こんばんは。新名哲郎です。どうも、よろしくお願いします。お願いします。どうも、新名哲郎さんですか？はい、そうです。今回も役になりきります。お願いします。はい。お宅の新名哲郎さんですか？はい。ハンドルネームは新名哲でいきます。新名哲さん。はい。新名哲さん、何のお宅ですか？新名哲さんですね。そうですね。アイドルオタクですね。あ、アイドルが好き。はい、アイドルが大好きなんですよ。はい。どのアイドルが好きですか？アイドルは欅坂46が今一番好きです。日向坂も好きですね、今ね。日向坂も好きなんです。はい、好きなんです今。なんでシャツインしてるんですか？いや、私はポリシーですから。ポリシー、ポリシーなんです。シャツインは。そうです。バンダナは何のために？バンダナトレードマークです。はい。第一印象、ここ絶対目に入るんで、第一印象を大切にしてます、今。あ、なるほど。はい、お願いします。お願いします。はい。今日何をしたらいいんですか、私は。もう帰りましょうか、私。帰ったらダメです。ダメですか？はい。はい。今日、新名哲さんには、まあ、さっきアイドルが好きとおっしゃってたんで、ちょっと、おたげを完璧にマスターしていただいて。おたげ？はい。そして、踊るやつですか？はい。曲に合わせて、サイリウムという、これを、なるほど、これですか？はい、この逆ですね。あ、こっちですね。あ、なるほど。これを持って、サイリウムを持って、やるやつですね。はい、そうです。それを完璧にマスターしていただいて。完璧にはできません、これは。いや、今回はちょっと完璧にマスターして。で、あと僕、大の苦手なんですよ。新劇で何回か踊ったことあるんですけど、何回もミスってるんですよ。はい。ちょっと最終的にちょっと曲に乗せておたげを披露していただきたいと思います。何ですか？ちょっとこれ見ていただいて勉強していただければと。ダンスの動画だ。お、めちゃめちゃむずいじゃねえかよおい。なんだよこれ。で、新名さんすみません。はい。あ、すみません。新名哲さんすみません。ちょっとまあしばらくちょっと練習していただいて。はい。完璧にマスターするまで練習しといてください。ちょっと僕編集作業もあるんで。ほったらかしだよ。なんだよ。すいませんけども、ちょっと一人で練習しといてください。わかりました。やってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。よし、やるぞ。無理だ、無理だ、もう無理だ。もう無理だぞこれ。なんだよ、ニーハイオーハイって。邪魔やな。ほら難しいことやり始めた。ほら出た。出てこねえよ次は。出てこねえんだよ。今のでええやともうやるで。やってみます。はい。ということで動画をある程度見て完璧ではないですけどできます。お手柔らかに見てください。よろしくお願いします。はい。ちょっと。いつも皆さんが聴いてるような音楽ではないですけども、フリースタイルの音楽でやります。準備よろしいですか？はい、ゆっくり踊ります。でも真っ暗にしてやりますんでお願いします。願いします。いや完璧です。ありがとうございます。びっくりしました。はい、一発で OK。一発で OK 出ました。ありがとうございます。下手ですが下手なりに頑張ってやりました。はい、ほんまに全くの初心者にしては、はい、一から覚えたのでは上出来だと思います。はい、20分ぐらいしか見てないけど、よくできたよ、まあ。すみません皆さん、今日はこれで許してください。お願いします。また罰ゲームが来ましたら、もうキャラすぐ抜けました今また罰ゲームが来ましたら、いろんなキャラに挑戦してまた新喜劇で使えるように頑張っていきたいと思います。今日は皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄郎でございました。皆さん、ずっとカバンを下ろさないんですね。はいこれこそがオタクでしょう。さよなら。帰ります。